シェションクイッセイの像、ブルックリン美術館所蔵。シェションクイッセイは古代エジプト第22二二王朝の初代ハラオ。即位名は、明るきはラーの出現、ラーに選ばれし、ものを意味するヘジケペルラーセテプエンラー。史上初となるリビア系エジプト人による王朝を創設し、二つに分断されていた政治権力を再統合した。また、イスラエル王国に遠征を行い、 旧約聖書において、エジプトを死者として記録されている。リビア系の部族メシュエシュの血を引く。エジプトでは、第19王朝時代から、西、デルタを経由して、多くのリビア人が移住してきていた。20王朝から21王朝にかけて、彼らの一部は主に軍人として登用され、包装に土地や官職を与えられることで、地方の有力者として台頭した。 その中でもシェションク一世の家系は、王家と遠赤関係を持つほどに大きな権力を得た名士だった。父ニムロトメシウエシュと祖父、シェションクシェションクへは、マーの主長の称号を付与されており、ニムロトの兄で、シェションク一世の叔父にあたるダイオソルコンは、老いに先立って、史上初のリビア系ファラオとして即位し、6年間統治している。シェションクは、 プスセンネス2世の娘マートカラーの義理の父として王家の席に加わり、エジプト軍の最高司令官及び王の側近として大きな権力を握った。そしてプスセンネス2世の死後、後継者として即位するにあたって、自らの正当性を強調するため、第21王朝の創設者であるスメンデス1世と同じ即位名を採用した。即位後のセシ,ションク1世は、 ラムセス11世以降、南北に分断されていた国家の再統合に乗り出した。アメンの大司祭職の世襲を廃止し、次男のユプトをアメンの大司祭の地位につけ、上エジプトの長官と軍司令官の地位を兼任させた。新官団は事実上の独立国家として上、エジプトを支配下に置いていたが、この政策によって、ブバスティスから統治する王の監視下に置かれる形となり、王権は、 再び一つに統合された。また、長男のソルコンを後継者に選び、三男ニムロトを中部エジプトのヘラクレオポリスの軍団長に任命した。婚姻と血縁関係に基づいて部族全体を統括する手法は王の祖先であるリビア人社会の伝統であった。セシ,ションク一世はこの伝統を自らの政策として用いることで自分の親族を養殖や 地方の支配者に据え、一族の支配を盤石なものにしようとした。彼の後、継者たちもその伝統を受け継いでいくこととなったが、こうした複雑な婚姻制は後に王朝のサイドの分裂を招く、原因にもなった。国内を安定させたシ。セションクイッセイ。1世は知性の後半からエジプトに隣接する。中、東地域で積極的な外交政策を展開し、同地における。 エジプトの威信を回復させることに尽力した。新王国時代末期にエジプトの支配下から脱したシリアパレスティナ地域では多数の新勢力が台頭しており、中でも11世紀頃からダビデソロモン領王のもとで勢力を伸ばしたイスラエルの権勢が著しかった。だが、ソロモンの先制的統治には不満を抱く者が多く、 ユダヤ民族を構成する十二部族間でも対立が深まっていた。旧約聖書の記述によれば、イスラエルの王になると予言を受け、ソロモンに追われる身となったヤロブアムがエジプトに逃れ、失赦という王の庇護を受けた。失赦は聖書の中で初めて個人名で記述されたパロで、研究者の多くはこの王を、シェションクイ世イに否定している。ソロモンの死後、エルサレムの王位は、 息子のレハブアムに渡ったが、十二部族のうちの十部族が、ダビデ王家の統治にことを唱えて王国から離反し、イスラエルは南北に分裂した。北、イスラエルに拡挙する十部族は帰国したヤブロアムを王に擁立し、ここに予言は成就された。一連の内紛で後期を得た死者区は、イスラエルを再度エジプトの支配下に置くべく遠征を観光した。レハブアムの治世五年目。 死者は、ユダ王国のベニヤ民族の領地に侵攻した。エルサレムは包囲され、レハブアムは、財宝を送ることで、市街地への侵入を免れた。だが、ソロモンの神殿と王宮は蹂躙され、契約の箱を除く財宝のほとんどが略奪された。次に死者は来た、イスラエルに矛先を向け、ヤロブアムを、ヨルダン地方へ追いやった。略奪した373トンの財宝は、 時代のオソルコン一世の知性の最初の4年間にエジプト各地の神殿へ奉納されたと言われる。シェションク一世のユダヤ信仰の事実はエジプト側が残した複数の資料から確認されている。メギドから出土した石碑の断片には王のカルトゥーシュと共にイスラエルの要塞のいくつかが征服地として記されており、一連の遠征を成功理に終わらせた王が、 同地に混流した記念碑だと見られている。メギドは、かつてトトメス三世が大正を治めた地であり、そこに碑文を残したことには、イニシエの偉大な王の功績にあやかろうとする意図が、伺える。カルナック神殿の敷地内に混流された、ブバスティスモンには、征服した諸外国のリストをアメン神に捧げる、シェションク一世の姿が彫られており、そのリストにはシリア、 ペリシテ、フェニキア、ネゲブ及びユダヤの北部及び南部の地域が列挙されている。最大の戦果であるはずのエルサレムが征服地として言及されていないことから一部の研究者は聖書の死者王とシェションクイ世イは別人であるかエルサレムへの攻撃が実際には行われなかったと主張する。しかしリストの大部分は風化によって欠損しており失われた部位に エルサレムが記されていた可能性が残っている。また、この矛盾を解消するための説として、レハブアムが都市を破壊しないように嘆願した結果、征服地のリストから除外されたとする説や、エジプトによる占領は一時的なもので、征服地のリストは過去の王たちの征服地域を復讐した形式的なものに過ぎないとする説などがある。シェションク一世は国内だけでなく、 ヌビアやパレスティナ地域にも外交政策のホイとして征服地域の詳細なリストを含む記録を刻んだ。これらは数世紀ぶりに公式に記録されたエジプト国外での軍事行動であり、河南地域について言及した唯一の鉄器時代末期の文書である。シェションク一世は遠征から帰還した直後あるいは数年後に没し息子のオソルコン一世が王位を継承した。 その墓所は未発見だが、出土した総裁具からタニス、ウバスティストを複数の候補地が挙げられている。ありがとうございます。